心の目、小川未明作。ある日、どこからか、綺麗な鳥が飛んできて木に止まりました。腹のあたりは黄色く、頭が赤く、長い尾がありました。野鳥のように、すばしこくなく、人間に慣れているらしく見えるのは、多分飼われていたのが、カゴを逃げ出したのかもしれません。みんなが大騒ぎをしました。大人も子供もどうしたら捕らえられようかと木の近くへ集まりました。小吉は胸がドキドキして自分が捕らえようと心に決めるとみんなに向かって、あの鳥は俺のものだ。わーわー言っちゃいけない。と言って、彼はすぐ鳥の止まっている柿の木に登り始めました。鳥はそんなことに全く気づかず、さものんきそうにあちこちと景色を眺めていました。見ている人たちの中には、うまく捕まればいいがと思ったり、あるいは早く逃げればいいのにと思ったり、点々に何か考えていたのであろうが、とにかく黙って小吉のすることを見守っていたのです。小吉は木の幹の陰で、なるだけ自分の体を隠すようにして、音を立てずに猫がネズミを狙う時の様子そっくりで、少しずつ鳥に忍び寄って、もう一息、というところまで達しました。そこで考えていた彼は、恐る恐る手を差し伸べたのでした。うまくいったぞ、と見ている人の中から言ったものもあります。しかし、あまり鳥が美しいので、捕まえる手が鈍ったか、指先が尾に触れんとした瞬間、急に鳥は驚いて飛び立ちました。その時小吉の体も一緒に木から離れて、空でもんどり打ち、地上へと落ちました。鳥には羽があるが、人間にはないものをなんて手づかみができるものか、と、今度は見ていた人々は口々に罵りながら、気を失った子供のところへ駆けつけました。そして抱き起こして解放するやら、親たちを呼びに行くやら、慌てふためいたのであります。この村には専門の医者がありませんでした。内科と外科を兼ねた頼りげないものしかなかったので、治療にも無理があったか。小吉の折れた右足は、ついに元のごとく、伸びずにしまいました。それから、片輪となった少年は、友達から馬鹿にされたり、笑われたりしたのであります。彼はろくろく学校へも行かず、早くから町の縫い箔屋へ弟子入りして、手仕事を覚えさせられたのでした。生まれつき器用の小吉はよく針を運びました。小吉、この金舎の羽織は子孫じぬよう念を入れてしなよ。というように主人は注意しながらも上等の難しい品を場選んで彼に扱わせるようにしました。そして出来上がりを見ていつも褒めたものです。だから彼はいつからともなく他の弟子たちを抜いて仕事の上では主人の代わりをしていました。この店は町で古くからの縫い箔屋だったので金持ちの得意が多く、また遠くからも注文を受けていました。しかし何によらず世の中のことはいつも同じような調子でいくものではありません。いろいろの関係から絶えず変化していくものです。これまでも新しい機械が発明されたとか、新しい思想が流行するとか、
また戦争などということがあって、栄えた職業が急に衰微したり、また反対に衰微していたものが復興する例は少なくなかったのです。今度の世界戦争は我が国のすべての産業に革命をもたらしました。縫い箔屋という商売がたとえ一時的にせよ全く衰える状態となり、この店もついに閉店して転業を余儀なくされたのでした。ここにいた若い健康な男女はそれぞれ工場へ行き活発に働いたのですが、小吉はそれらの人たちと同じことはできず、ある電気工場へ勤めて体力にふさわしい仕事としてニクロム線を巻いたり鉄板の錆を落としたりしていたのであります。ある休みの日に小吉は前に奉公していた縫い箔屋を訪ねました。主人は喜んで迎えてくれました。主人もまだ老人とは言えぬながら、もはや工場へ行って働ける年ではなく、さればと言ってぼんやりその日を暮らす気にもなれず当惑していると、ちょうど総選挙前で筆行を頼む者があって、そんなことをしているのでした。少しの間に世間もだいぶ変わったものだなと主人は今更のように腕を組んで言いました。はいと小吉は答えました。今度からお前にも選挙権があるんだね。立派な人間、一人前になれたというものだ。だから尊い権利を無駄にしてはいけないよ。はい。考えてごらん。これまで私たちの代表として選んだ代議士が本当に私たちの身の上を思ってくれたと言えるかい？いい加減な約束をして民衆を踏み台にし、ただ当選すればいいとしたのだ。そしていよいよ権力を持つと自分たちの都合ばかり考えて大衆は捨てられてきたのだ。はい。難しいことを言うようだがわかるだろうね、と主人は念を押しました。深いことはわかりませんが意味はわかります、と小吉は返事をしました。それは選んだ者にも罪があったんだよ。人を見る目がなかったのだ。ただ空宣伝に踊らされたり山師のようなものに操られたからだ。これからは騙されてはいけないし強くならなければならん。そして真に自分たちのためになり力のない者の味方になる正しい人間を選挙するのだ。今まではそういう当たり前のことすらできなかったが、いよいよそれができる。自由な時代になったのを知っているね。はい、自由主義の時代でしょう。そうだ、自分が正しいと信じた通りにする。それが何より尊いことなのだよ。わかりました。それには自分がもっと正しく強い立派な人間となるんですね。そうそう。前から誰にも人間平等の権利はあったのさ。それを無知と卑屈のために自ら放棄して権力や金銭の前に奴隷となってきたのだ。親方、私たちは今まで自分というものをよく考えなかったんですね。それだから気力も勇気もなかったのだ。金とか学問とかいうことより、何よりみんなが正しい考えを持つ人間となることが大切なんですね。それが民主主義なんだよ。こうして小吉は、前の主人から勇気づけられて帰りました。それから暇があれば、選挙候補者の演説を聞き歩くことにしました。
選ぶにはまずその人を知らなければならぬからです。まだ世の中の誇りに汚されぬ若者の感覚は、人々が心にもない嘘を言ったり、あるいは飾らず真実を語るか、また謙遜であって信用するに足るか、どうかということを目で見分け、耳で聞き分けたのでした。そしてごまかしの誘惑や一時の宣伝に虜となるのを警戒し、自己の信ずる人に投票しようとしたのであります。そうするうちに、いよいよ選挙日となりました。折しも春のいい季節であって、小吉らの投票場は近くの小学校に決められました。彼は午前のうちに出かけ、多くの人たちと共に列を作って並んだが、その長い列は延々として、さながら長蛇のごとく、運動場の内側を行く巡りもしたのであります。大空の雲の色は柔らかに、吹く風も暖かでした。どこからか霧の花の甘い香りが流れてきました。あちらにある物置の軒場へ、スズメが巣を作ると見え、絶えず往来していたが、飛んでくるスズメは、わらくずや糸切れのようなものを食べていて、彼らは壁板の壊れた穴から出たり入ったりしていました。もう田舎も春だろうな、と小吉は紫色を帯びて、霞み立つ空を仰ぎました。考えるともなく子供の自分が頭の中へよみがえったのであります。陽炎の昇る輝かしい田畑や若草の恵む往来や林家の垣根に咲く桃の花やいろいろの景色が浮かんで懐かしい思い出にふけると、あのきれいな鳥が田んぼの中の柿の木に来て止まったのがまだ昨日のことであるように、生き生きと思い返されるのです。あの後は、町の鳥屋でも、あんな鳥を二度と見たことがない。なんという名の鳥だったろうな。彼は今でも、世界のどこかに同じ鳥が住んでいるだろうとは思いながら、なんとなしに、またと見られぬような儚さを感じるのでした。そして、そのため自分は木から落ち、びっことなったにかかわらず、その苦痛は忘れられて、ただ美しい鳥に対し、限りない愛しさと悲しさが募るばかりでした。あの時、持ち棒があれば取れたかもしれぬ。口惜しく思うけれども、また子供の自分のことで、よく飼い方も知らぬから、殺せばかわいそうだったとも考え、帰って逃げたのを喜ぶ心にもなるのでした。彼はしばらく列の中に立ちながら、夢を見る気で空想を続けると、不意に空からひらひらと花びらの落ちるように、一匹の黒い蝶が降りて、そばの砂の上で体を休めたのです。花のない人間ばかりのところへどうして蝶が飛んできたのか。自然界には想像もつかぬようなことがあるものだと思いました。小吉は今では子供の時と違って珍しいからといってすぐ手を出して捕らえようとはしませんでした。その代わり落ち着いて色や姿をよく観察する機会を与えられたのを喜び、蝶の羽についている模様までつくづくと眺めたのでした。なんという不思議な、きれいなものだろう。神様の力ででもなければ作れぬものだ。一匹の虫でさえ、仔細に見れば、見るほど美しいのを知りました。初めてそれに気がつくと、雲も花も
すべてが驚くばかり美しかったのであります。いいな、自然は。と、彼は眠りから目が覚めたごとく感嘆しました。一人自然が美しいばかりでなかった。こうして見、考え、喜び、希望を持つ人間がまた偉大であり、尊い存在であるのを知りました。さらに人間の一人である自分が尊いものであるのを知ったのです。小吉は選挙に一票を投じてから社会人になれたという強い自覚を持つと同時に、自然の観察からまた仕事の上にも大なる自信を得ました。俺の今までの仕事はみんな嘘だったぞ。彼は自分の部屋へ戻ると大声で叫んだのです。そして考えたのでした。田舎から町へ出て、縫い白屋へ弟子入りをして、そして習った細工はすべて魂の入らないごまかしものだった。例えば、帯や羽織や着物にしろ、刺繍をして出来上がった花や蝶や鳥は、ただ雛形に似せたものであり、絵本から写したものであるから、死んでいて生きている姿ではなかった。そればかりでなく、品物の使い道がまた死んでいた。というのは、金持ちの奥様や令嬢が、ただ着るためであって、ただそうしたおしゃれの人たちの虚栄心を満足させるのに役立つだけだった。そう思うと、たとえ自分の芸は未熟ながら、考えずにいられようか。普段はタンスや氷の中へしまい込まれて、お気に入らなければそのまま虫に食われ、永久に捨てられるのである。誰しもそうと知れば、良心のある限り自分の仕事に対して哀れみと恥ずかしさを感ずるであろう。つつましやかなる自然は、小吉に再び子供の自分の混じり気のない無邪気さと勇気を呼び戻したのでした。それは正しく生きようと願う人間の持つ立派な精神でありました。俺は自分の持てる能力がたとえわずかばかりにせよ、これを発揮して世の中の人々のために役立てよう。ふとしたことが彼の体に長い間宿り、眠っていた正義心と芸術心の目を一緒に目覚めさせたのでした。その後、彼の描いた様々な水彩画や鉛筆画が工場の壁に貼られました。そして、素直で特色豊かな絵は、多くの工員たちの間に人気を呼びました。なぜなら、疲れた者の精神に憧れと朗らかさを与えることによって、彼らを慰めたからであります。